視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜日は棚から一つかみこの CD を聴け、パクユーが、自分の持ってる CD の中から1枚を選んで、毎週皆さんにおすすめするコーナーです。早速今週のおすすめ CD 紹介したいと思います。今週はこちらです。じゃん、セブンキリンジ。こちらは2008年に発売されたキリンジのアルバムです。僕はこのパクユーチャンネルで毎週水曜にやっているコチトラジバラジャの企画で、このキリンジのアルバムを取り上げたことがありまして、その他にもたびたびキリンジだったり、キリンジのサウンドプロデュースをしていた富田圭一さんの名前だったり、っていうのを出していろんな話をすることが多いんですけれども、まあ何を隠そう、僕キリンジ大好きで、キリンジは堀米孝樹さん、堀米康幸さんっていうご兄弟で、やられてるデュオで、今は、弟の康幸さんが脱退してソロ活動をしていて、お兄さんの方がキリンジっていう名前を受け継いで活動してるっていう感じなんですけれども、2人でやってたキリンジの、後期の中ではこのアルバムが一番いいんじゃないかな、もう集大成なんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。キリンジの音楽全く聞いたことないよっていう人にもすごくおすすめできる一枚で、なぜかと言いますと、このアルバムをリリースしていた時期に何ヶ月連続楽曲配信みたいなことをやってたんですね。そして、その一連の配信曲が全部入ってるのがこのアルバムなんですね。キリンジっていうこうグループはシングルをあんまり出さない、どっちかっていうとアルバムに力を入れるアーティストなんですけれども、まあ一曲一曲毎月配信してたってこともあって、どの曲もシングル曲っぽいキャッチーな楽曲が多かったんですね。なので、アルバム全体としてもものすごくキャッチーなアルバムになってます。初めて聴く人にはすごくとっつきやすいアルバムなんじゃないでしょうか。とっつきやすさはありつつも、キリンジの魅力であるひねくれた感じっていうか、ちょっと難解な、ポップ感っていうのはしっかり出てまして、このアルバムの中でも僕がすごく好きなのは6曲目の君のことだよっていう曲と、あとは4曲目の今日も誰かの誕生日っていう曲ですね。特にこの今日も誰かの誕生日っていう曲はものすごく好きで、すごく画期的な曲だなっていうふうに思います。その誕生日のことを歌った曲ってたくさんあると思うんですけれども、今日も明日も誰かの誕生日でどこかでお祝い事が行われてて、もう世界は毎日幸せだよね、ハッピーだよね、イエーイみたいな、そういう曲。最近SNS とかやってると今日誰々の誕生日ですみたいな通知とかっていっぱい来ると思うんですね。そういうこう通知を見るたびに、今日も誰かの誕生日で、明日も誰かの誕生日で、毎日誰かの誕生日だなってこの曲をすごい思い出しちゃいます。他にも、9曲目のこの部屋に住む人へっていう曲は引っ越しソングになってまして、これも僕ねすごく好きで、この曲初めて聴いた時すごい泣いちゃいました。まあ、多くの人が経験するであろう引っ越しというイベントをこんなになんか美しくドラマチックに曲にできるのか曲にするのかって、本当にねいい曲です。とにかく素晴らしいアルバム、ベスト版よりも僕はこれから始めるっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、キャッチーでポップで、キリンジの魅力がいっぱい詰まった一枚です。ぜひぜひ聴いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。